は成田さん、高校2年生の時にがんが見つかったのだ。手の施しようがないというので、まあ、余命が3ヶ月だというふうにその時はお医者様に言われて、抗がん剤などの治療を受け、病状は奇跡的に回復。この時成田さんは、もしこう病室から出られるんだったら、やっぱり一人でも多くの方にお役に立てるようなことをしたいなと。さまざまな事情を抱えた買い物弱者、成田さんは今後も全力で一人でも多くを救いたいという。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。また来てよ。はい、まだ来ます。